トゥデイズアイです。今日はお料理コーナー今旬クッキングです。根菜類が美味しい季節になりましたよね。今日はターニップという株を使ったお料理をニューヨークで料理教室を開き活躍しているヒデコ・コルトン先生に教えていただきます。今日の今旬食材はターニップ、株です。ターニップはヨーロッパ原産の株で、日光に当たっている部分が紫色になっているのが特徴です。日本の株と比べると比較的小ぶりで、東海岸ではニュージャージー州、西海岸ではカリフォルニア州で多く栽培され、スーパーマーケットでは小さいもので1個およそ20セントとお手頃です。栄養士の宮下麻子さんによりますと、ターニップは低カロリー低脂肪で、ビタミンやミネラルを多く含むので、パワーアップ野菜とも呼ばれているそうです。また食物繊維も多いので、便秘解消、コレステロール値が気になる方にもおすすめです。ということで、今日もヒデコ・コルトン先生に教えていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はこの株、ターニップということなんですけれども、アメリカでも日本と同様に秋から冬にかけて、根菜野菜が美味しい季節なんですね。今日はですね、アメリカで採れた株を使った和風でご飯にも合うターニップのそぼろあんかけをご紹介させてください。そうですか、はい、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。材料です。ターニップ、干し椎茸、牛のひき肉、生姜、グリーンピース、醤油、砂糖、みりん、ごま油にビーフブロス、片栗粉です。まずターニップの選び方から。選び方のポイントとしては、張りがあってずっしりしたものが水分が割と多いものなので、新鮮で良いかと思いますね。サイズもですね、いろいろあるかと思うんですけれども、できるだけ小ぶりの方が味がマイルドで美味しく召し上がっていただけると思いますね。ターニップの皮を剥きます。ピーラーを使ってですね、剥くのが一番簡単に、さっとこういう風に皮が割と薄いんですよ。じゃがいもの皮を剥くような要領で、香りは株ですね、なんだけれども皮がすごく薄いです。株みたいにね、包丁でこう厚くっていう感じではないですね。そうです。一口大に切ります。ちょっと食べてみます。あ、これこのままでも美味しいぐらいサラダに入れられても美味しく召し上がれます ね。あ、なるほど。ビーフブロスを沸騰させ、そこに干し椎茸を戻さずに加え、3分ほど煮込みます。一口大に切ったターニップを入れ、柔らかくなるまで15分ほど蓋をして煮込みます。煮込んでいる間にそぼろあんかけを作ります。フライパンにごま油を入れ、牛のひき肉を炒めます。みりん、醤油、砂糖、生姜のみじん切り、グリーンピースを加え、さらに5分ほど炒めます。そろそろできたですね。いい香りがしてきました。おお、火が通ってますね。柔らかくなってますので、そしたらターニップを取りますね。はい、スープにですね、水で溶いた片栗粉を入れて、なるほど、はい、とろみを出していきますね。とろみのついたスープに炒めた牛のそぼろを合わせ、出来上がったところで盛り付けて、でこちらがターニップのとろとろそぼろあんかけです。それではいただきます。どうですか、柔らかくなってますか。すごく柔らかくなっていて、味もしっかり入ってるんですけど、歯ごたえがまだありますね。水分が割と少ないので、煮物にもすごく型崩れがしないのと、やはり干し椎茸からいい出汁がすごく出ているので、それがすごくターニップにも合うと思うんですね。もう絶妙なコンビネーションですよね。ホクホクですし、なんかこれこのままご飯にかけたい丼にしても美味しいかもしれないですね。ね、そうですよね。あとこのターニップはこういう形で薄切りにして、塩麹で実はこれ漬けたんですね。お塩の作用でターニップから水分がかなり出てますので、こうシャキシャキした感じで、お漬物みたいな感覚で、株の漬物ね。
これは一晩ぐらいですか？本当に1時間ぐらいで大丈夫です。そうなんですか？はい、これだけでご飯一杯ぐらいいけちゃうぐらい。私アメリカに来てかれこれ15年ぐらいになるんですけれども、ターニップ買ったことなかったです。もうそれがね、こんな和の料理に変身すると本当に驚きです。他にも味噌汁にも入れて美味しく召し上がれますので、洋風ですと乳製品も合いますので、グラタンですとかシチュー、あとスープに入れても美味しく召し上がれると思いますね。あ、すごい、もう今日1日ですごいレパートリーが増えました。ありがとうございました。ありがとうございました。コルトン先生の和食もとっても美味しそうでしたね。この季節にホッとする味だと思います。今日ご紹介したターニップのとろとろそぼろあんかけの詳しいレシピは番組ホームページ内のトゥデイズアイプラスでご覧いただけます。